今日のハウススタジオは自然の中にある感じです。実は都会。はい、クミンです。楽屋トークです。皆様ご覧くださいませ。これ絵じゃないんです。表木、自然な感じでございます。英語で言おうと思ったら自然が多く出てこなかったそれで今ファンデーション塗っただけ、濃面なのでちょっと怖いです。ごめんなさい。今日はメイク時間があと 2,30 分間ぐらいしかないってことで、今バッてやるっていうことで、はい、回し始めました。楽屋トークです。私言ったかな、これ楽屋トークです。それでね、実は思うつぼ大場久美子のクーミンズリーフで思うつぼのでございますね。片付けがそのまんまですよっていう動画をね、流させていただいて、それで、結構その、箱崎社長がですね、あれはあの人がもらってくる、これはこの人がもらってくれるっていうことで、で、結局ですね、その、ベッドと椅子が多分業者さんに引き取っていただくか、粗大ゴミはちょっととても、まだ、新しいので、電動ベッドとか、エステって特別じゃないですか。で、もらってる、くれる方を見つけてくれるっていう、箱崎社長がまた豆なんですよ、これが。私はもうすぐ粗大ゴミに出したりとか、そのリサイクルショップと思うんですけど、今日ね、この仕事場に来るちょっと前にメルカリに出したらっていうね、と思って、目から鱗っていうことで、それで、一応そのリフレルームで、私が使うものだけを、例えばその出張エステとか、例えば今レンタルルームがすごい、エステもすごい、会議室だけじゃなくて、レンタルルームがエステとかよもぎ虫とか、もうすごいんですよ。何でもあって。で、そこをもし借りて臨時で、どうしてものお客様にやらせていただくときに、タオルとかは、なきゃいけないので、じゃあタオルとかそういう細かいもののやつは、とりあえず必要なものは自宅に持っていこうと。で、自宅もですね、お父さんが、もう部屋改造でもう物を減らすって言ったんですけど、結局はその物を減らすことはもちろん、やっぱりね、予想通りできなくても大切なもの、歴史あるもの、資料ばっかりなので、で、私のですね、荷物部屋の壁半分の私が作ったグワーっていう本棚を今日バッサリとお父さんの部屋にどうぞって言ってきたところで、で、その隅っこにリーマンパパの CD が入ってた、その CD をどこにやるかって話になった場合、あ、これ楽屋トークじゃないですね。あ、いっか、メイクの話じゃない。ただの愚痴でございます。ね、そうしたらね、一面が、ボックス、こう引き出、このぐらいの引き出しのボックス、片面もボックス、で、ポールがあって衣装がかかるっていうのをね、一部屋分の真ん中にど真ん中作ってあるんですよ。その片面に、もう本棚がダーッとあった、その広くないですよ。今大げさに言ってます。持ってます。で、その半分をドソッとやっちゃったので、リーマンパパの CD 入りを作らなきゃいけないってことで、で、こっち側生活面、向こう側を仕事面でステージの、例えばその私髪飾り作るガングルーでしたっけとか、バックレルじゃなくて、バックルとか、髪飾りとか、ステージ小物とかいっぱい、まだ詰まった、一面に詰まってるわけですよ。私が作った棚に。その中をもう全部整理しようと。もうステージ、今度ステージが決まった時にまた作ればいいじゃないのっていうことで、仕事用品を、もう、この収録してる明日でございますよ。もうバーってなくそうということになりました。メイクしないと間に合わないんですけど、ね、ここまでちょっとガーッと喋らせていただいて。で、それを一回渋谷の思うつぼが 3月いっぱいまでそのまんまに冷やしてありますから、そこにもう特殊なものでございますから、メイク道具とかいろんなそのエステ道具っていうのは本当に私揺らしてるわね。すいません、大丈夫ですか。ということで、リフレルームに運んで、そこに、メイクのさっちゃんに来てもらって、仕事で使えそうなものを全部持ってってもらうっていうことで、そこの、鍵をもう、スタッフが、箱崎社長が持ってるもんですから、開けてもらって、みんなその、
持ってきたいものを、こうエステのオイルとかも買ったばっかりの素敵なものとかもありますので、これが欲しいよっていうものはこうチェックで、もうシールを、売約済み、売らないですけどね、売約済みのシールを貼ってもらって、物をなくそうという算段を今してたところでございます。なので、それはその話はもう終わりにして、仕事します。今日撮影でございます。はい。ということで、箱崎社長はですね、ちょっと向こうでね、衣装にアイロンかけてくる。またほら、交換を入れなきゃいけないから、社長やめた方がいいって、アイロン危ないから。はい。じゃあ、社長お願いします。っていうような話をしていて、動画も回さず、メイクもしないで、楽屋で やってたわけですよ。で、撮影の隊の皆様がもう待ってらっしゃるので、ここからワッと仕上げて。ねえ、そんな事情もございましてね。まあ、大変ですよね。引っ越しは。なんですけど、私の中では楽しみだし、ちゃっとやるんですけど、とにかく入る分だけって最初言ってたんですけども、そういう問題ではないぐらい大切なものがたくさんあるということが分かりましたので、これは時間をかけてゆっくりやっていただこうということでね、もはや、お父さんとお母さんが引っ越してきて、1週間目に3時間家族会議。そうね、動画ではね、わあ、とても素敵な家族っていう意味ね、何にも問題がなく幸せそうに暮らしてるように思いますけれども、そりゃ人間と人間でございますから、いろいろあるんですよ、それがね。皆様、誰が悪いってわけじゃないんですよ、誰がいいってわけでもないんですけれども、もう1週間目にして話し合いが必要です。これ、話し合い大切で、誰もがにこやかに過ごしてます、楽しいです。なんですけど、話し合いは必要。もうね、やっぱりね、人と住むって大変でしょってよく言われる。そんなわけでね、このドタバタ劇を、同居のドタバタ劇をですね、誰も悪くなく、足の引っ張り合いもしてないんですけど、やっぱり話し合いは必要なことがいっぱい、毎日にね、勃発するわけですよ。それね、面白おかしくね、生活してるの、本当はね、動画に撮りたいんですけど、なかなかね、プライバシーもございますので、またご紹介できることをね、ご紹介していこうかなと思います。はい。楽しいです。刺激的で。ちょっとオフします。ちょっとね、今日ね、顔のアップが映るからね、いつものね、なんかちょっとアップがないからなんて言ってられないのよね。綺麗にしないと。はい、それでは行おう。相当照明焚いてくださってるかしら、綺麗に映るようにね。このハウススタジオ久々に来ました。ね。そうです。楽屋トークでこれ本題でございます。いつも通販の収録が、通販番組の収録が多かったんですけど、なんと皆様、私が撮った去年 YouTuber として、100の、私がこっち来た、100の資格を年内に取るぞって言った、 YouTube の、これは YouTuber になったからになんかチャレンジだぞって言った資格、その資格を取ったということでいただいたお仕事でございます。資格はボランティア以外に、お仕事にも役立ってきたという紹介でございます。ありがたいね。頑張った甲斐があった。頑張れたかどうかのあれ、ちょっとまた別問題でございますけれども。ほら、さっちゃんやってくれてるでしょ。さっちゃんね、髪の毛切っちゃって仕事あるんですかっていっぱいあるでしょ。ありがとうございます。おかげさまで。おねえ、かげさこまきで。使ってるでしょ、いつものごとく。いやー、面白いし、面白い。本当、毎日が面白いもん、刺激的で。同居って大変でしょって、もうみんなに「嘘?」って言われるの。そうね、聞かれるんです、大変でしょって。大変ですよ。それがね、もう楽しい大変さ、本当に楽しい、もう毎日が刺激的で、もう本当に私の性格からして遊園地行くよりも楽しい。
旅行行くよりも楽しい。今家の中がもうめちゃくちゃ楽しい。いろんなこと勃発してくれるから。メイクはねいつもと変わらないんでございますのよね。さっちゃんは黙々といつも頑張ってくれるね。ありがとうございます今ほらこんなんで家のことをガッと喋るだけで11分も回ってる。もう本当ありがとうございます。皆さんうちのことまで聞いていただいて本当にありがたいよ。ということでたまにはですね、あの15分ぐらいの、 あの短い動画をあのにしないと皆さん疲れてしまうと思うので、いつも喋りすぎるので、じゃあこの後はあの箱崎社長が多分くっつけてくれとも着替えて、さあ本番だぞと、もうしっかりガッとラインも入れて厚化粧になったクーミンでお会いしましょうということで、じゃあ時飛ばししますね。もう一回せーの、時飛ばししますね。またほら、効果音入れると寝れなくなるから社長やめた方がいいってね、社長。効果音入れ、ほら。せーの、時飛ばし。今日はですね、黒のワンピースなんですけども、朝でございます。夜じゃございません。見える？行きま